8番目の船として昭和56年に計画され、昭和60年10月昭和する丸くしています。今年で26年目となります。完成後は今年の3月まで広島県呉市にある呉基地を母港として活動しました。本艦のニックネームライティングカープは広島が誇る広島カープにちなんで名付けられました。続いて山市の船体について紹介いたします。山市は長さ130メートル、沿岸長さにすると約